ヤズーのオンリーユーの弾き方講座もやりたいと思いますね。まずイントロが A シャープ、イントロが A ですね、普通の A。ここで押さえた方がいいと思うんですね。分数コードが出てくるんで、普通のオープンフォークギターのほら、ここの押さえ方だと、それができないんですよね。分数コードの指の動きができないんで、ここの A でやった方が、バーで押さえるやつですね。5フレットをバーで押さえてこの弾き方ね、F の押さえ方形ですよね。最初イントロが A ですね。分数コードなんですよね。イントロがずっと A が続くんですよ。で、歌に入るとまず A から始まって、で分数コード、このね、6弦のベースを鳴らしてる音ね、ベースのルート音を鳴らしてるのがここがね、半音下がります。さ、これがまず A でしょ。で、ここだけこうなるわけです。そうすると Looking for a love, 次 F シャープマイナー、 次 E、 D、 Can you A、 See me、 E、 分かったかな。 A でしょ。で、分数コードで半音下がって、ね、ルートが半音下がってきて、で、ルートが下がってね、分数コード、コードネーム的に言うと G シャープ分の A なんですよね。これが A でしょ。次が G シャープ分の A、まあ、この6弦の一番太いベースの音が半音下がると。ビートルズの All New Day Is Love とか、オアシスの Fat Ever でもそうですよね。Looking for the A sharp minor E D Can you hear A 次 E Hear って感じですね。 Came so all is A sharp minor E D で AE、 さ、次サビね。こう簡単なんですよね。 D から始まる。サビは D。 All I need is、 次 E、 Love you again、 次 A、 All I need is、 F sharp minor、 Love's a day、 次 D、 The only ever you、 これ E ね。Only you で、こっちの A に戻ってください。なぜかというと、次の2番が始まるときにまた分数コードでね、このほらルートが下がっていく、あれがやりやすいから。ちょっとね、もう一回コードを言いますね。歌に入って A、 G シャープ分の A、 まあルートが下がるわけですね、ここがね。で、 F シャープマイナー、次 E、 次 D、 次 A、 次 E、 もう一回 A、 ルートが下がる、半音下がる。で、 A シャープ、 F シャープマイナー、次 E、 次 D、 A、 E、 次サビ D から、 All I need is love you、 これいいね。次 A、 All I need is F sharp minor、 The day、 次 D、
The all I ever knew、 ここ E Only you、 これ A ね、またね、簡単でしょ、これね。皆さんもやってみてくださいね。僕ね、こうもう弾き語りするのがかったりな、疲れてるなって時はね、必ずこれをやるんですよね。これとか、これとか、キンクスの、なんだっけ、ストップ・ヨア・ソビンとか、ストーンズのアウト・オブ・タイムとかね、簡単で、弾き語り調で決まるっていうか、簡単な割に、超名曲、よくできた名曲っていうかね、ちょっと通してやってみますかね。Looking from the windows of the girl ever known. Can you hear me now? Can we bring a lesson so as the girl of the girl? Looking home to me. All I need is love you, gay. All I need is love you, gay. The only love in you, only you.やろうかな。